1番地元神奈川野口周平、2番奈良田中大河、3番愛媛下野義樹、4番東京浅見俊、5番三重勝谷勝春、6番地元ホームバンク国井勇気、7番コーチ大崎義人、以上のメンバーによる対戦です。日々進化を続けるルーキーが4人乗りました。それぞれが自分の長所を前面に押し出した2日間、決勝戦も力を出し切る競争をするでしょう。さあルーキー4人です。田中大河、下野義樹、浅見俊、勝谷勝春、この4人で優勝があるのは勝谷勝春一人です。発走いたします。初優勝を狙うのは田中大河、下野義樹、浅見俊。亀田の号令かかりました。体制完了、号砲になりました。第10レースチャレンジ決勝戦スタートです。まず飛び出したのは2番車田中大河です。続いて4番が浅見俊、3番下野義樹、1番が野口周平、5番勝谷勝春、7番大崎義人、6番国井勇気が最後尾です。ばらけ気味にバックストレッチ、前を取った2番車なら田中大が2連勝での決勝進出。初日は勘のスピードでした。続いて4番東京浅見俊、浅見俊も2連勝での勝ち上がり、短期です。3番愛媛下野義樹は3番手から連日先行勝負、持ち味を出し切っています。その後ろに7番コーチ大崎義人が行きます。3番7番は四国コンビ、2周回目の1コーナー。5番手に6番車は地元の国井勇気、ルーキーたちの感激をついてホームで初優勝を狙います。6番車国井勇気、1番車野口周平との連携、地元コンビ6番1番、1番後ろは5番車三重の勝谷勝春、115期の生徒会長、すでに優勝実績があります。勝谷勝春1番後ろ、周回は2周回目の2センターから第4コーナー。ルーキー4人乗りました。誰が最初に飛び出していくのか、今カバンを確認しました。7名打掌周回に入りました。先頭は2番下田中大河、2番手に4番浅見俊、ここで2番手の4番浅見俊が動いた。アウトコースから仕掛けたのは地元コンビです。まずは地元の2人が行きました。6番1番、5番のここは勝谷勝春が、そして前に出て今ジャンが鳴りました。勝谷勝春が先頭、2番手3番手は地元勢、6番1番、4番手に3番下野義樹、続いて7番車大崎義人がいて、4番浅見俊、1番後ろが2番田中大河、400m を切りました。さあ5番の勝谷勝春が主導権です。何コーナーぐんぐんと加速する。2番手絶好の位置は6番地元の国井勇気、番手まくり放った。地元の6番国井勇気200を切る。さらにその外からルーキーが来る。3番の下野義樹が来た、続いて2番の田中大河、さらに4番の浅見俊と続いてくる。さあルーキー3人が突っ込んでくるか。先頭は3番の下野義樹だ。下野義樹が今先頭でゴリン。3番2番、第10レースチャレンジ決勝、下野義樹でした。このまま確定いたしますと初優勝。3番車愛媛下野義樹、2番車田中大河が2着入線。それではリプレイをご覧ください。下野義樹の幕に勝ち、追いかける2番田中大河、捕まえることはできませんでした。リプレイのゴール戦場をご覧ください。3番2番で3着に地元の1番野口周平のようです。スーパースローです。